井弁底波川の大蛇始まり始まり。昔の底波川はこの名前のように大水がつくとそこを食うほど荒れてしって恐ろしかったんやと。川の上と下に大きな渦巻きの節が2つあって、普段でも恐ろしがられていたんやと。昔菅谷は縫い糸の材料になる青蘇の売り買いでぎょさん人が集まって市場が開かれていたことと、三国港からの船の船着き場やったことで知ってもににぎわったんやと。ほやけど、その菅谷の真ん中を底波川が流れてたんで、大水になると家も橋も何もかも流されてちゃがちゃがになるし、せっかく作った稲や野菜はベトをかぶってもてのほかさなあかんようになってしもうて、村のもんらの苦労は知ってかったんやと。500年くらい前、一休さんがいた頃やで、朝倉の殿さんが力をつけてきた頃に、よそから来なさった松永馬の神三久という侍さんがここに住み着いたんやと。底波川の途中に排水路を掘って、おぜーこの土地を田んぼや畑にして奥になったんやと。その手柄によって一軒土地をもろたんやと。ほやけど、菅谷の地が豊かになると底波川に住んでた川の主の大蛇が悪いいたずらを始めたんやと。よさりになると怪しい女に化けて通行人を川へ引っ張り込んだんやとの。こんなことが何べんも続くんで、ちょっと聞いてんでま、近頃橋んとこで人が何にも言いようなっとるんやとの。ほんとけおっとろしいの。ほんでみんなはよさりに出たることも船の行き来もできんようになったんやとな。三久はある夏の晩儀にの神宮寺参りの帰り道へ東の橋の上のほとりに行ったら、美しい女が出てきたんやと。ほんでうめえこと喋りながらの、ちょっと気にまと袖をひってもに引っ張ってちゃまいようとしたもんやで、三久は腕を振り払ってえい、その女の片耳を切り落としたんやとの。ギャー、今すぐこの底を目から出て行きさらせ、命だけは助けてやるさけ、ちゅうと怪しい女は大蛇になって川の中に逃げていったんやとの。この刀は耳切り丸ちゅうて松永家の家宝になって伝わってるんやと。これから底波川の災いも能なって船頭さんやら村の人たちも安心して暮らしたんやとな。大蛇は逃げて足羽川と日野川の合わさるところの淵に住んだんやとな。こうして夜ごと夜ごと川の中の一軒岩に上がって二つの目を光らせたんで、川を渡る船頭さんからおっとろしがられたんやと。この二つの目の光、光はこうと読めるんやがの、二甲、今の二甲橋の名前の
由来になったんやと。おしまい。